ゆうくんくん、イエイ。はい、自由空間から見ている方も、時空 TV から見ている方も、赤坂 TV から見ている方も、お台場 TV から見ている方も、こんばんはです。こんばんは、松崎椎名です。この番組は、自由空間のことをもっともっとしてもらおうというコンセプトに基づいた番組です。この番組はですね、私、松崎椎名と、そしてゲストの林優子ちゃんと一緒にお送りしていきたいと思います。はい、で、面白クイズコーナーや期間限定のコーナーなど、充実した番組内容になっております。この番組は視聴者さんとコミュニケーションを添える双方向型番組になっていますので、皆さんどんどんチャットに書き込んでください。はい、では改めましてこんばんは、松崎椎名です。はい、椎名ですね。私はですね、アーティストを目指して、いろいろソロライブにちょこちょこ出してもらったりとか、あとは最近ではドラマや CM のエキストラ的なことをちょこちょこやらせてもらってます。はい、と、そして改めましてご紹介します。今日のゲストは林優子さんです。はい、はい、ヒムラバッドさん
か。ふん？日村さんですね。こんばんはでーす。日村さんでごめんなさい。はい、ありがとうございます。ね、どんどん入ってくださいね。来る、きっと来るって元気の。元気さんが、おまるさんね。そうですよ。ということで、じゃあ、そうですね。あ、暑い。暑い。ここは暑いですね。からね、ちょっと放送前から一緒にお話して盛り上がってたから、ね、余計に熱いですけど、早速じゃあ最初のコーナーに行っちゃいたいと思います、はいはい、いいのかな、はい、はい、ゲストさんに質問、はい、このコーナーではですね、毎週ゲストさんに違った質問をしていくコーナーになっています。今週の質問は、好きな甘いもの、甘いもの、甘いもの、ゆうこ、あ、なんて呼べばいいのかな、みんな、あ、ゆうこで、ゆうこでですか、で、はい、皆さんゆうこゆうこで、ゆうこで呼び捨てです、呼び捨てでお願いします。いいね、なんかフレンドリーな感じでゆうこです、はい、はい、ゆうこは、はい、甘いものは、甘いものは、うん、何でも好きなんですけど、はい、ケーキが一番好きかな。ケーキ、あー、いい、何ケーキ、うん、基本的には、なんだろう、チョコレートケーキ、あのローソンのプレミアムロールケーキ、うん、知ってる、あれは多分甘いものが一番甘い、 あのシリーズ美味しいよね。そう、めっちゃ美味しい。小次郎49さんもロールケーキ、ロールケーキ、そう、ね、そう、じゃあローソン知ってるかな。あ、知ってますか。最近新しいキャラメルが、あ、期間限定の、そう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 、私も食べた。あ、食べたの、まあ、食べたいな。あ、ほんとね、食べたの、美味しかったですよ。美味しかったんだ、うん、おばさんが買ってきてて、でも、そう、でもなんかそのキャラメル1個しか買ってなかったりして、なんかあの普通のしかなくて、妹が多分キャラメル食べちゃったらしくて、あー、食べられちゃった、なんかなかったみたいな、それはまたんか、そうそう、じゃ勝手に食べようと思ってたのに食べられてしまった、そう、自分で買うしかないから、そうだよね、夜中に行くと50円引きとかシール貼ってあるから、私いつもそれでね、買ってる。限定のだとちょっと普通のよりも高いから、そう、あ、そうなんだ、安くなった時に買ってるからね、ぜひ今日の夜とか、今日の夜とか、はい、そう、でもさっきモンブランケーキ買ってた。あ、そうなの、100円ローソンの、あーローソンよく行くんだ、そうそうなのね、そう、わかるんですよ、モンブランといえば、ね、ゲン君さんもモンブランって、モンブラン好きなんだよね、一緒だ、一緒、ヨーデさんは一緒、イチゴショートが好きです。定番か、定番が、でもイチゴショート、そうだよね、一番ホッとするかも、そうそう、ホッとする、一番なんだかんだ、美味しい、美味しい気がするね、いいですね、食べましたって、あ、こじろう49さん食べましたね、あ、ローソンのキャラメルロールケーキ期間限定期間限定、あ、ちょっと待ってくださいね、チャッターさんがいっぱい入ってくれましたね、紹介したいと思いますね、はい、え、ちょっと待ってくださいね、あれ、アルクスさん、こんばんはでーす。こんばんは。はい。と、エイトヤン、エイちゃん、こんばんはでーす。エイちゃんみたいなね。適当やな、ね。怒られちゃうね。はい。あと、ね、ネモネモ777さん、こんばんはでーす。はーい。あ、今来た、こんばんはって書いてくれてますね。こんばんは。と、TPO スカイさん、トッポスカイ、違うかな、 TPO スカイさん、こんばんはでーす。こんばんはですね、読みがね、ありますけどね、こう、テッポー、あ、多分違う、なんか違ったら言ってください、そこに突っ込んでください、はい、はい、ということですね。あ、そう、飴を食べた後にご飯をする、あまり食べなくても満腹感になる、りょうでさんが、あ、ダイエットにいいね、あ、実装します、飴食べて、飴食べて、ケーキ食べちゃったし、ね、でもその前に納豆と
にある甘やめを舐めると、あ その分がカロリーあるよみたいな。あえそういうことそんなことないか。あっ、ママリボーイさん、こんばんはです。次回まして、お待ちしてましたよ、皆さんで。ね、買ったみたいな。みんな、来たーって、来たーって。マルチ。マルチーって、もう大人気ですね、おまるさん。待ってましたよ。はい、今日もよろしくお願いします。今日のゲストは、林ゆうこちゃんですね。はい、ゆうこって呼んでください。ゆうこって。呼んでください。いやんって、おまるさんが。かわいい。かわいい。そうですね。はい。ということでね、はい、ね、そうですね。じゃあね、早速、おまるさんも来たところで、うん、次のコーナーに行きたいと思います。はい。はい、自由で自由な自由空間クイズ。イエイ！イエイ！はい。自由な。そう、自由自由な自由空間が。すごい、はい。揃いましたね。はい。はい、このコーナーは皆さんに楽しくクイズに答えてもらいながら、自由空間のことをもっともっと知っていただこうというコーナーでございます。はい、はい、真面目に答えても OK、 ボケても OK、ね、はい、ボケポイントもあげちゃうのでボケちゃっても OK ですからね。はい、よろしくお願いします。はい、見事優勝した方にはその優勝者さんが、私シーナンとゆうこに言ってもらいたい言葉を言っちゃいますので、皆さん優勝を目指して頑張ってください。あれだ。そうだね、一回出てるからね。知ってるんだもんね。あ、おばるさんもパチパチって、小次郎さんもジャジャンと先に言ってくれてますけど、あ、はい、そのお決まり の、 あのせーのでジャジャンみたいな、まあ、ドゥドゥンで、あ、ドゥドゥンなんだ。そう、今度はドゥドゥンだ。とても OK です、皆さん画面の前でみんな言ってください。はい、でね、あ、ゲンくんさんも出てって言ってくれて OK です。はい、ということで、じゃあ早速、はい、せーの、デデン、デデン、分かんなくなっちゃったね。デデン、そうですね、はい、次からで、デデン、はい、はい、はい、1問目です。自由空間ではコミック検索システムというネットで調べられる機能がありますけれども、ビッグボックス高田の馬場店ではそのコミック検索システムはついている、丸か×か。はい、最初の質問は、そう、コミック検索システムっていうね、漫画を検索するときに簡単にこう入れ名前入れるだけで棚番号とその漫画の表紙が出てくるよね、システムがあるので。すごい、ね、便利だよね。でもそれはね、全国で11店舗しかついてないから、そう、その中に高田の馬場店は入っているか、入っている、丸か×か。はい、丸か×で、最初の質問は、おまるボーイさん、たぶん小次郎さんが出てきたんだ。おまるさんって書いてます。お決まりのおまるさんですね。おまるさん、丸かなってことかな。りょうでさん、丸、おまるボーイさん、たぶん三角、たぶん三角ってなんだろう。三角ね。ちょっと名前入れ込むんだけど、ギリギリのとこまで調べてみないみたいな。あ、どうなの、表紙の映像で出てないだけで、そういう感じで、ちょっと意地悪な感じ。ゲンくんさんもおまるさんも、りょうでさんもちびまると、あ、新しいパターン出ましたね。おお、すごい。木村さんは二重丸、うん、おまるボーイさんはせいろがん、あ、せいろがん、丸が最後にせいろがん。私さ、せいろがんの匂い好きなんだよ。えぇ、ー、そういうの思い出した。せいろがんの匂い好きなの、なんか匂い嗅いでるだけでね、癒されちゃう。好き、いや、せいろがん、だってなんか臭い匂いが、臭いんだけど匂い嗅いでるだけでお腹の痛さがなくなりそうな匂いが好き。え、逆に痛くなると思う。お前好きって感じ。そう、マジか。どう、なんか好きな匂いとかある？好きな匂いは、こちろーっていう、うちの愛犬の、お、ワンちゃん、ワンちゃん特有の、なんか臭い匂い、鼻の臭い匂い、なんだろう、なんかあのよだれっていうか、誰の匂い？そうそう、あ、じゃあよだれが、じゃあ口周りの感じかな。あ、そう、小次郎限定、うん、ワンちゃん限定みたいな。あ、ワンちゃん限定、小次郎、小次郎限定、小次郎限定の、うん、あのよだれの匂い。あ、小次郎は何犬？小次郎はシーズとシルフィーの愛猫、うんうん、え、そうなんだ。そう、お
ークアットマークアットマークアットマークかな、アットマークアットマークアットマーク何丸か丸みたいな違うかな、はい読んだ、うん、うんうんうん、あ、小次郎さんがはい読んだってはい読んだ、あ、あ、小次郎あ、そう、小次郎小次郎くんで、小次郎ではい読んだってことねはい、はい、読みましたそうか、そうか、読みだった、読んで呼ばれちゃいましたよ、小次郎さんもうカレー臭、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 カレーの匂いじゃない、カレーの匂いじゃないみたいな。林ライス臭ならいい匂いかも。ロマルコイさん書いてます。林ライス。カレーの匂いもいいね。いいね。美味しいものの匂いはいいですよ。そう、そうですね。そう、ちょうど。はい、ということでね、じゃあいっぱい答えを書いてもらったと思いますので締め切りたいと思います。はい。はい、じゃあ3、2、1、終了です。はい。ということで答えはですね、丸です。おお。マルボーイさんのおまる丸ばっかりみたいな、ね、今回はちょっと皆さん正解が多かったかな、丸バツがだったので ね, ねはい、ということで、では正解者の方はおまるさんっていうのは丸にしようかな、丸ですね、はい、ということで、じゃあこちらは49さん20ポイントです、じゃあごめんなさい、はい、おめでとうございます、はい、おまるさん、こじろさんね、こじろさんはい、20ポイント、はい、はい、と、ゲン君さんもマルさんで20ポイントです、はい、ありがとうございます、はい、とりょうでさんも多分これはきっとマルって意味ですね、ちびまるこで、はい、20ポイントです、ありがとうございます、はい、と日村さんも20丸で正解です、はい、ありがとうございます、はい、いいね、はい、はい、はい、いいよ、なんか省略おまるボーイさんもね、せいろがんの丸がついてるからいいのかなああ、いいのかな、これ、うん、じゃあ、20ポイントですね、はい、おめでとうございます、ありがとうございます、はい、ということで、あとは、まあ、あと NPS さんはどうなんだろう、これ丸って意味で書いてくれたんですかね、いや、多分、こう、丸だもんね、そうなのかな、だよね、うん、いいのかな、いいのかな、じゃあ今回皆さん20ポイント、はい、ゆきえさんも20ポイントです、おめでとうございます、はい、ね、りくさんもウェイ、そちらさんも光栄です、てれてれ、かわいい、かわいい、はい、おまるボーイさんもおめでとう、りょうでさんもおめおめ、あ、おまるボーイさんその帽子かわいいってありがとうございます、これね、なんかね、安いからこれプラプラしてる、いやでもここ海賊っぽくなっちゃう、立ってる子ね、あるからね、どうしよう、私これ行く、あ、先生、ちょっと上げていこう、なんか魔女だと分かんなくなっちゃう、これリボンもついてるんですよ、あ、ハートもついてる、はい、そうそうそう、ね、はい、あ、まあ、ありがとうございます、ということでね、紙じゃないよ、あ、紙じゃない、一応フェルトみたいそうそうそう、そうだね、そうだね、フェルトでまあ、安いけど可愛いからいいかみたいな感じで2問目いきましょうか、はい、はい、じゃあせーの、でで、はい、そのパレー、OK、OK、できた、はい、自由空間ビッグボックス高田の馬場店で発売しているフードメニューの中で中華セットというものがありますけれども、それはラーメンと何がついてくるセットでしょうか、はい、はい、こちらそう中華セットというのがあります、メニューに、それはチャーハン、嘘、まあ、うんと、ラーメンと何がついてくるものでしょうかという質問でしたね、はい、はい、今ちょっと事故来ました、何もない、何もない、そうそうそう、何もない、そうそうそう笑ってごまかすの、ね、はいはいはい、ね、はい、りょうべくん、これなんていうの、あ、チンジャオロースみたいな、あ、チンジャオロース、おまるボーイさん、チンジャオロースかな、これチンジャオロース、りょうべさん、チャーハン、うんうん、おまるボーイさん、ホイコーロー、ホイコーロー、あ、なんか感謝作り、王将にいたんですそうなの、餃子とか超美味しいよね、本当美味しい、本当に、あ、そこは大好き、私もそう、でもホイコーローが一番おすすめです、あ、そうなの、皆さんホイコーローがおすすめです、ね、え、普段さ、うん、ラーメンとかよく食べる、食べる、めっちゃ食べるよ、ラーメンとさ、うん、セットで食べるならセットとかにする、セットはしないかな、結構あんま食べない、あ、でも食べるけど、ラーメン、いくらの出せないラーメンに入るラーメンに入る、本当に、それは昔の話ね、そういうのはちょっと抑えてる、おーおーおー、
細い細い大丈夫。そうなのね、そうなのね。そうなのね。まず、ずくずくと答えてください。お、チャーハン。チャーハン。日村さん、チャーハン。ゲン君、チャーハン。マルボイさん、豚足。豚足。おー、豚足。ね、豚足。豚足食べれる？豚足は食べれない。あれ、食べれる人と食べれない人結構分かれる。そうだよね。私も、ちょっと前までは食べれなかったけど、最近は食べれるようになった。おー。なんか、どんな味？どんな味？どんな味ですか？豚足ってどんな味ですか皆さん？食べたことない。豚足。豚足はね、なんだろう、コラーゲン？ああ、コラーゲン、ね。味っていう味。なんか味噌じゃなくて、なんかつけて食べるから。なんだろうね。どんな味だろう？ちょっと皆さん、教えてください。ね。はい。あ、ちょっと待ってくださいね。チャッターの新しい方が入ってくれてますね。はい。はい、ドライキンさんかな。ドライキンさん。はい、こんばんはでーす。こんばんは。はい、グッドナイトツナイトさん。すごい、こんばんはでーす。ロマンティックな名前ですね。すごい。はい、かな？あと大丈夫かな？あ、レナ3330さん。はい、こんばんはでーす。はい、皆さん、チャット書き込んでください。はい、どんどん、どんどん。ね、ちょっと豚足のあれはないみたいだからね。豚足ね。はい。元気さん、無難に餃子、お嬢さん、肉団子、おまるぽいさん、焼き飯、日村さん、天津丼も美味しい、美味しい、食べる？食べれちゃう、ラーメンと一緒なら食べれちゃう。そうだ、青さんの、そのミニ天津丼の天津飯の甘酢だったら、ラーメンプラスで食べてるかも。王将のお菓子みたいな。そういう王将でやってないんですけど、おすすめ情報だからね。のメニューにも、ね、ラーメンとかいっぱいあるんですよ。食べたい。そう、結構あって今丼とかも期間限定で、そういっぱい出てるの。牛タン丼とかね、カルビ丼とか美味しい。そうなんですよ。一回食べてみたいんですけどね、なかなかこう遅い時間だと太っちゃうかなと思って食べないね。そうなんですね。はい、ということで、あとね、イペニア1さんかな。こんばんはでーす。はい、こんにちは。こんにこんにちは。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 ありがとうございます。はいはい。ということで、じゃあね、どんどん書いてくださってますけれども、りょうでさんがね、新宿の新楽坂かカメラ坂か。あ、ごめんなさい。カメラ坂から。の、もう一個の、美味しいよと。おすすめ情報満載な感じですけども、じゃあそろそろ。たいと思います。はい、3、2、1、終了です。はい、ということでね、ちょっとね、問題を言ってる時に事故が起こりましたけども、はい、正解の方は、先生、中華セットはラーメンとチャーハンでした。さあ、はい、はい、まあ、なんか言っちゃったとかないですよ。言ってない、私聞いてない、聞いてない、聞いてない、聞こえてない、聞こえてない。はい、ということでね、はい、自己関係とマルボーイさんが書いてくださって、ありがとうございます。ちょっとね、事故っちゃいました。まあまあ、そういうこともまあ、そう、まあ、あるかなみたいな。あ、ないですね。ないですね。もう、今度から気をつけます。ごめんなさい。はい、ということで、じゃあ、チャーハンって書いてくれた方はですね、はい、りょうでさん、チャーハン。はい、20ポイントです。ありがとうございます。はい、りょうでさん。はい、あとは、げんくんさん。20ポイントです。ありがとうございます。はい、あとは日村さん、チャーハン、イエーイ、くるくる、はい、20ポイントです。おめでとうございます。あ、豚足、うんうん、なんかこうやってさ、食べ物の名前見てるとお腹空いちゃうよね。ね、多分このおまるぼーいさんの焼き飯って、焼き飯、多分チャーハンでした。あ、焼き飯、そうだね。あ、そうですね、チャーハン、そうだ、はい、チャーハン、ありがとうございます。おまるぼーいさんも、20ポイントです。おめでとうございます。こちらは49様もチャーハン、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、おまるぽいさんがね、ちゃんとチャーハン炒めして直してくださってましたね。おい、ほら、げんくんさんもさらにラーメン、さらにラーメンってます。いや、でも、いけますよ。ラーメン2杯ね。あの、なんだっけ、替え玉、替え玉、替え玉みたいな、あ、そんな感じ。あ、でも、いつもじゃないです。あ、いつもじゃない。もう今は、そう、今は、そう言って、豆腐とか、あと、そうだね、豆腐、納豆、
卵を見て次そうそうそうおすすめメニューですよ。ゆうこのおすすめメニューね。おっと、あれ待ってくださいね。あ、チャッターさんが増えましたね。ありがとうございます。はい、少々さんシャン少々さん、はい、こんばんはです。はい、嬉しいですね。チャッターの皆さんいっぱい入ってくださってますね。はい、ということで、はい、りょうですさんもチャーハン大好き、自分でも作るって。おすごい、おすごい、いいですね。お自炊できる男性はかっこいいですよ。元気さん、シーナのそういうとこ好き。ありがとうございます。フォローありがとうございます。サンキューって呼ばれますからね。サンキューって小次郎さん、はい、いっぱいボケてくださったので前にね、はい、ツイッターの方に、あ、ツイッターの方に行きます、ね、本当ですか。ツイッターお、今日何したっけ。13か、13、あ、今日14だよ。あ、14だ、あ、13だ、あ、ごめんごめんごめんね。13、13、ツイッター、マカベさんですね。あ、マカベさん遊びに来てくださってますね。ありがとうございます。ツイッターの方ですかね。そう、こちらツイッターもやってますのでね、ぜひぜひ書き込んでください。はい、はい、ということで、じゃあ第3問目いきたいと思います。はい、はい、せーの、ドゥドゥン。はい、自由空間ビッグボックス高田の馬場店でおすすめオンラインゲームの人気ランキングはモンスター○○○○フロンティアですが、丸に入る言葉は何でしょうという問題です。モンスター○○○○フロンティアです。そうなんですね、結構有名かな。今年のね、12月になんか出るらしいですよ、このゲームが。意外で、ね、あ、今もやってるんですね。ゲームとかやりますか。ゲームやらない、うん、ね、ゲームか、ポケモンとかは。ポケモン昔、あ、昔はしてた。小学生ぐらい、あのブルー、そう、レッド、グリーン、グリーンみたいな、そうそうそう、時だけ、あの、こんな、こんな、ゲームボーイだね。そう、なんていうんだっけ、あれ、なんだっけ、ゲームボーイ、あ、ゲームボーイなのか、そう、ゲームボーイ、その名前でも忘れない。はい、どうりょう、すみません、りょうげさんで、ね、げんくんさん
かいっぱいボケてくださってる感じ、ね、なんかいい感じのボケで、ね、小次郎さんもなんかシーマンやら仮面ライダーやらとかいっぱい考えてくれて、頑張って考えてくれてありがとうじゃあちょっとボケポイント、ね、入れちゃいましょう。はい、じゃあ15ポイントで、あ、小次郎さん、小次郎さん、はい、おプラス15ポイント、はい、今回は接戦です。おお、ボケポイント、ちょっと待って、これ熱い、すごい熱いから見ていいですか？あ、どうぞ。休憩かぶる？これ熱い、猫にあげる。あ、本当にでも熱いってことかね。保温効果が、保湿、保温効果が、はい、防止チェンジな感じでいきます。はい、ということで、今日は飾るなということですけれども、まだまだありますからね。じゃあ次の問題です。ででん、はい、はい、じゃあ今週からいよいよ各地方の自由空間ごとに開催されるビリヤードの大会時空カップですが、今週の土曜日に開催される地方はどこでしょう。はい、これは3択です。1番首都圏、2番北海道、3番関西。さあどこの123、はい、1首都圏、2北海道、3関西。今週の土曜日に開催される時空カップの地、時空カップが開催される地方のはどこでしょうか。もう難しい、はい、難しい、難しい、うん、難しい、そうですね、これはもう当てずっぽうじゃないけど、うん、そんな感じだよね。そうだね。あ、かおまるぽいさん、かわいいって。あ、ありがとう、似合ってる。あ、ゆかの方がかわいいよ、似合ってるよ。でもね、ですよね、100均具合が、100均具合が100均も似合うからね。100均が普段似合う。え、ピンク、ピンクとか服何着るの。あ、ピンク、ピンク系着ます。赤、うん、青、カラーも出る。あ、そう、赤を形パステル、そう、パステルみたいな感じだ。あ、そうそうそう、いいね、はい、似合う。でも黒とかなんか、うん、しっくり、そう、似合いたくなみたいな。うん、そうね、そんなお年頃だよね。そうだよね。あ、ゆうこもあれ同い年だよね、確か 18? そう、まだ19。そう、19になる。同い年です。今日は19ペアです。あ、もうすぐね。そうか、ちょっと結構何月何日？ 10 月の25で。もうすぐじゃん。ちょもうすぐ。あ、もうすぐ。じゃあ25日とか？再来週？再来週かな？多分。再来週誕生日。19歳誕生日。やった。もうすぐ。18。長かったみたいな言い方。そうか。ねえ、同い年だ。そうだそうだ。ね。ね。18。そうだな。永遠の18歳。そうそうそう、あ、私ね、永遠の21歳がいる。あ、ね、大人になったけど若いみたいな。あ、20歳過ぎたけどみたいな。そう、なんか、そう、お酒とか飲めるし、そうだね、なんかいろいろ年齢制限がなくなるのがいいなと思って、うんうん、あ、そうか、そうか。18の10時以降夜出ていいっていう、うん、あれは感動した。 あれは嬉しかったね。そう、感動した。そう、あんまり出させてもらわなかったけど、もう元気嬉しくて、いまだにあんまり出たことない。そうか、でもいい、嬉しいね。ね、嬉しい、嬉しい。量は何歳か。あ、待って待って、お誕生日おめでとうって小次郎さんが。あ、ありがとう、早めの。おめでとう。そうだそうだ、量は何歳って量でさんが言ってますよね、うん、何歳何歳何歳逆に聞いちゃう。そうだよね。あ、新しくか、カピタンコースカー長純さん、こんにちはね、こんばんは、ハローマイフレンズ。おしゃれおしゃれ、こんばんはです。いいね。あ、量の3分の1歳かって、3分の1ぐらいなんだ。じゃあ3倍すればいいんだね。そうだね。そうかそうか。え、60だね。分かんないけど、なんかいいの。 OK、 なるほど。はい、ということで、じゃあね、いっぱい書いてもらってるんで、そうそう、締め切ります。はい、じゃあ3、2、1、シルです。はい、はい、ということで答えはですね、北海道でした。2番の北海道です。はい、ということで正解者は、あ、ちょっと珍しいんちゃった、はい、帰ってくれてるね。はい、おまるぽさん、シベリアとかも言ってます。ヨーデさん、ボケるなら山本、本当関西。あ、小次郎さん、広島弁者県。お、ちょっと今ボケをしてますけど、志村県大会とかがおまるぽさんが。あ、そうそう、なるほど、いっぱい書いてあるね。ということで、じゃあね、2番って書いてくれたの、日村さん、2番、10ポイントです。おめでとうございます。はい、10ポイント、あとは、小次郎49さんも2番。はい、はい、あれ、これ、締め切った後かな、合ってるか、合ってますね。はい、10ポイントです、ありがとうございます。はい、おまるぽいさんも北海
あ、でっかいのって真壁さん書いてくださってる。なるほど。ボケてますね。さっきもね、モンスターセイロガンとか言って、そう、シーナの好きなセイロガンを出してくれてありがとうございます。なるほど。でっかいの。はい、真壁さんも正解ですね。あ、でかで正解じゃないか。ちょっと、ボケ、ボケ。ボケおまけでじゃあ20ポイントいっちゃおう。オッケーオッケー。真壁さんも20ポイントありがとうございます。はい。ということで、じゃあ次の問題いきます。はい、せーの、デデン。はい、JR空間ビッグボックス高田の馬場店で、オリジナルメニューで大好評発売中、塩塩たこ焼きですが、アニメたこ焼きマントマンのキャラクターイエローの必殺技は青のり〇〇〇〇〇〇〇ふりかけですが、〇〇〇〇に入る言葉は何でしょう。また4文字ですね。そう、たこ焼きマントマンの、たこ焼きマントマン、そうそうそう、よくやってたんでね。イエローの必殺技、青のり〇〇〇〇ふりかけ、どんな攻撃だよみたいな、みたいなね、ふりかけるんだな、きっとな。あー、そうそうそう、そういう系ですよ、答えは。あ、そうなんだ。まあね、〇〇〇〇に入るのはなんかね、2文字かける2みたいな。だから、なんだろう、例えば、ゆうこのゆうで、ゆうゆうみたいなとか、そんな感じです。そんな感じね。はい。これだね。カップ、カップ、カ。待って、カップイタンコスコジュさんのね、マイネームイズ、で、デリー、で、ダニエル、ダニエル。ダニエル。アンド、アイムワーキングナウ、じゃじゃん。Give my pose, catch me, moon, I'm in trouble, じゃじゃん。あ、つまり仕事中だから見つかっちゃうとやばいみたいな。あー、そうですね。仕事中ありがとうございます、見てくださって。うん、はいはい。ルーデさん、サラサラ、ドジローさん、青のり、ノリノリ。ノリノリかわいいね。みたいな。ルーデさん、フリフリ。あ、フリフリみたいな。フリフリかわいい、かわいい。なるほど。なるほど、なるほど。はいはい。ピチピチおまるボーイさん、ほう、ね、難しいね、これ。たこ焼きマントマンか。たこ焼き好き？たこ焼き好き。たこ焼き美味しいね。屋台行ったら食べる。あ、食べる食べる。たこ焼き、お好み焼きとか、うん、そう、そう、食べる。お祭り今年行きましたか？あ、この間地元の祭りに行ってました。おー、この間？そう、夏が終わってから、9月の89、
ね、プリクラじゃなくてよとか言ってて、テレクラじゃん、テレクラじゃんなんかもういっぱいツッコミ合ってくださって似合うなよ、帽子が、あ、ありがとうございます、かわいいよね、はい、ということで、あ、パーフェクト賞は相当なセリフも OK なはずだとか、あら、あらやばいよ、むちゃぶり危ないよ、はい、マルボニーさんよろしくお願いしますということでね、次のコーナー、期間限定視聴者さんに質問、おイエイイエイ、はい、このコーナーはですね、先々週から始めたんですけれども、2週間で、今好評発売中の塩塩たこ焼き、勝利のね、オリジナルメニューだったんですか、オリジナルメニューで塩塩たこ焼きというものがありまして、それに伴ってじゃないんですけど、それと同じようにシーナのオリジナルメニューを出したいと思いまして、皆さんに何かこう漫画喫茶でこう食べたいものを募集してたんですけども、オリジナルメニューをね、はい、それを考えておいてくださいって言ったんですけども、皆さん考えてきましたか、来ましたかはい、ということでね、あのね、食べたいもの、ここに来て、うん、なんかつまめるものとか、食べたいもの、それちょい、うん、そう、なんかシーナにかけてもいいし、シーナにかけてもいいし、なんかちょっとね、うん、なんか食べたいものを募集しますので、今からチャットにいっぱい書き込んでください、参考にさせていただきます、シーナみたいな、お、いっぱい来てきた、ありがとうございます、お、シーナンドとリョーデンさんがね来ましたよ、シーナンド、何乗っける、シーナンド、シーナンド、このコーナー、せいろがん乗せて、あ、せいろがん乗せるなんていいですよ、皆さん食べるんですよまあ、シーナンは嬉しいですけどね、やっぱりはい、と、あ、さ、さようならとこ、こ、か、カピタンコ、コチュチューさんが、ちょっとありがとうございました、また来週来てくださいね、はい、ブロデさん、嬉しいナンド、美味しいナンド、あ、すごい、すごい、なんかホテル嬉しいナンド、はいはい、と、あ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 っちあっち、あっちあっち、あっちあっちさん、こんばんはです、こんばんは、コリン頑張ってって、どうもどうも、というコリンですね、そうですね、コリン、あー、いい、嬉しい、嬉しいね、はい、あと、わす、わさ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 、ティティさん、こんばんはです、はい、英語で書いてくださってますけども、プロメンド、うん、なんか皆さん翻訳してくださいごめんなさい、グリーティングは挨拶かい、うん、挨拶、そっかそっか、あ、ハローってね、ハロー、ハロー、ありがとうございます、はい、と、おまるごさん、シーナ、あ、なんな感じなんですか、あ、カレー、あ、カレーとかね、セットだと面白いかもね、カレーシーナ、シーナね、面白い、面白い、シーナ風味ポテト、ワイワイさん、シーナ風味ポテト、いいね、シーナの好きな風味にしていいかな、せーのか、せーのかって、いや、ちょっと食べる気失せちゃうね、はいはい、はい、し、ケンくんさん、シーナって、シーナ食べちゃダメよ、はい、オクラの入った何か、オクラの入った何か、オクラの入った何か、健康的な、はいはい、いいね、シーナンピザ、シーナンピザ三日月型ね、トントロ丼なんてどう、あ、トントロ丼はね、あ、もう、あの、自由空間のメニューにあるんですよ、へぇ、あ、美味しそう、お、そう、牛タンの注い系がね、結構あるから、お、肉系、ケンくんさんもいいねって言ってください、じゃあ、がっつり系の方がいいのかな、あ、みんな結構食べたい感じで、うん、ねぇ、おまるごえさん、たこ焼きと同じ大きさのセイロが、いやぁ、セイロが食べるぞいいんですか、作っちゃうよ、シーナ、みんなよね、食べるはい、ワイワイさん、デミグラスハンバーグ、セイロガン添え、あ、ちょっと待ってよ、ワイワイさんもセイロガン添えちゃうよって食べてね、ちゃんと頼んでね、デミグラスハンバーグね、ハンバーグ、はいはい、ゲイクさんがね、それは乳酸菌がどぎついとか言って、そう、おとりですはい、リョーデさんがコロンビアから、こんにちは、あ、コロンビアから来てくださった、あ、なるほど、わさ、わさたんさん、わさたんさん、はい、わさった、わさったさん、はい、ちょっとね、はい、あとは、シーナンギンナン、あ、ギンナン、シーナンギンナン、シーナンギンナンみたいな、リズムはいいね、シーナンギンナン、そう、この間はね、焼きうどんとか焼きそばとか、あとね、デザート系も出たかな、なんかそれもいいと思うよみたいなのも待ってます、はい、そう、シーナンギンナン、リュウ、何、リュウモエ名物、なんだ、塩止め、あ、違う、
カンの豚バージョン。え、ジンギスカンはだってあれでしょ、あれヤギ、羊、いやヤギ知らないくせに偉そうに言うみたいなあれですよね。そうそうそう、それのそれ豚汁感って何、知らなんか豚汁感、豚汁感、豚汁感すごい、なんか聞こえました。はい、牛丼マン新南南蛮丼。はい、南蛮丼ね、美味しそうですね。椎茸、椎茸、もうさ、椎茸南蛮丼、りょうでさんね、帰ってくる。椎茸って皆さん好きですか？椎茸好き？なんかね、嫌いな人が多いんだよね、周り。確かに。そうなんだよね。嫌いじゃないよ。あ、本当？よくは食べれる？食べれる。食べてくれる？食べてくれる。椎茸入れる？そう。そうか。いけるいける。うん、じゃあ、ゆうこのために。あ、椎茸ね、皆さんちょっと苦手な人多いかなと思ったんだけどね。うん、参考にありがとうございます。うんうん、はい。あ、ジンギスカンの豚バージョンなんだ。豚汁感。おまるさん。へぇ、まあ、へぇ、すごい、食べてみたい。ね。エレンギのソテー好きだから。おぉ、キノコできます。おぉ、ね、嬉しい嬉しい。はい、焼き鳥椎茸、椎茸より椎茸が好きだよって嬉しいわよ。ワイワイさん、私も好きだよ好きだよ間違ってるじゃん。やだダブ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 しちゃった。はい、なめこ汁、なめこ汁、あー、こじろ入れてる。タケノコとか椎茸、ありがとうございます。はい、じゃあ50分になりましたのでね、そろそろ虫コーナーも終わりにしたいと思います。皆さんいっぱいいろいろありがとうございました。いろいろね、相談とかやってして、ちょっと考えたいと思います。はい、楽しみにしててください。ということで、はい、50分になりましたが、おまるボーイさんのコメント、セリフ、どうですか？どうかな？まだ書いてないかな？まだかな？まだかな？あ、まだみたいですね。普段は学生？学生。お、女子大生。女子大生。いいですね、いいですね。あ、待ってね。あ、ツイッターの方にね、真壁さん書いてくれた。せいろがんの天ぷらとか書いてる。やだ皆さん、天もうせいろがん作っちゃうよ。キャビアと思ったら、せいろがんみたいな、ね。あ、せいろがん作って。巣鴨の煮込みとか、ね、面白い。がもっけいな感じですか。ありがとうございます。はい、面白いね、いろいろ考えてくれて、ね、はい、あ、おまるボーイさん、セリフ来ましたね。はい、これです。最後に、こうなんか来てますね。難しいっすね、これは。お、どうですか。長いですね。長いけどツンデレぶりを演技しながら。私ツンデレで、デレが苦手ね。じゃあどうしよう、ゆうこからいきましょうか。あーと、あ、いいみたいな。はい、じゃあゆうこ、セリフの方お願いします。はい、はい、自由空間の U は自由の U じゃないんだからね。遊ぶなんだからね、もう。キャー、はい、来ました。このプンプンとアイーンのコラボレーションね、かわいい照れてるとかよ、かわいい。あ、もうほらすごいよ。あっちさんかわいいって、守りボーイさんもかわいい、ワイワイさんかわいい、りょうでさん、なぜかかわいいってこんなにないやだ、ゆうこの後に私がいるのきついわ、レベルがすごい、なんかハードルかかってきた。かわいくて、もう100点満点でした。もうダメだね、これ。はい、こら、げんくんさん、シーナに行きたいとかね、ハードルを上げちゃダメですよ。シーナに行きたいはい、じゃあちょっと、私も頑張ろう。ペン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 、はい、じゃあ言わせてもらいます。自由空間のゆうは自由の言うじゃないんだから、遊ぶなんだからね、もうプンプン、あい、はい、ありがとうございます。それ可愛くできないね。可愛いはゆうこ担当で今日は。あ、あいってなんで、お前さなんでつけたのちょっとバカ。あ、今日志村けんの、あのさ、なんか志村
けなんか問題のクイズの答えで書いてくれてたからかな、志村けん、あの北海道とかってね、志村けん、それで志村けんなのかな、なるほど、うん、あ、かい、あ、嬉しい嬉しい、かわいいって書いてくれてありがとう。もうごめんね、出れるんだよね、本当にもう、あ、全然違った、私じゃなかった。ちょっと待って、あ、ごめん、さっきのかわいいはね、ゆうこになった、かわいいというよりおもろいって思われぼうさんが書いてくれて、完璧だって、完璧だって、ありがとうございます。もうね、ふふふって小次郎さんなんですか、この含み笑い。何このふふふって、はい、勇敢なって、まさとさんがありがとうございます。はい、アイーはシーナの担当で、はい、平井健とかヨーデーさんボケてくれてね、平井健が続きましたが、はい、ということで、もうすぐ番組もあと6分ぐらいかな、終わってる、はい、終わっちゃうんですけど、あっという間だね。はい、なんか久しぶりに会えて嬉しかった。テンションが、テンション上がった。よかった。ちょっと最初ドキドキしたんだけど、なんか知ってる人との会話ってさ、どういう風になっていくのかな、想像つかなくて。ちょっとすが出すぎちゃう。そうだね。でもすごく楽しくできたから。ありがとうございました。こちらこそ。ね。ゆうか、そうか。ケーキバイキングとか行くの？スイパラとか行ってたけど。スイパラとか。あ、スイパラ行く？そう、サプレーズでバイトしてた。うん。はい。ケーキ屋さんでシャトレーゼって。あ、もうなんか。そうなんだ。多分言っちゃいけないんだろうけど、こんなでっかい。ちっちゃい箱に。やめちゃったから。あ、こんなでっかい箱にこうケーキを最後。はい。最近。うん。それで。あら。そう、持ち帰りみたいな。あ、マジで。そう、言っちゃいけない。あ、それはだいぶ言っちゃいけなかったんじゃないけど、それはね、もうやめちゃったから。やってる人の特権ね。そうそうそう、な感じで。あ、ね、小次郎さんがね、お二人は同じ事務所って質問があるんですけど、そうなんですよ。同じ A ライチです。はい、はい、事務所で同い年です。同い年です。平成3年生まれね。年3年。そうそうそう。あ、そっか。スイパラもね、いっぱいあるんで、この間ね、初めて渋谷のスイートパラダイスに行って。あー、渋谷か。そう、すごいね、店内も可愛くて、ケーキ食べて。そうなんだよね。満足満足。やばいの。お腹そう、いっぱい食べ過ぎちゃう。本当に半端ない。食べ放題行くと、ケーキから先に食べる、それとも主食のスパゲッティとかから食べる。ケーキだけ？ケーキバイキングに行ったら、あ、他も多分食べない。あの、パスタケーキだけ？あ、ケーキだけってこと？多分。あ、そうだね。あ、でも、うん、多分そう。本当甘いもの好きなんだね。好き。好き。かわいいよね。本当にかわいいの。癒されるの。そう、お嬢だよね。お嬢様の感じ。お嬢様いいっすよ。そう。あ、わいわいさんが平成生まれとか都市伝説でしょ。いや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 、います。本当にね。います。3年中。うん、3年。あ、ケン君さん、俺5年だって。おお。じゃあ同じ平成ですね。平成だ。やったやった。はい、りょうでさん、おつなカレー、おつカレー。あ、カレー来ましたよ。カレーギャグ。あ、カレーギャグ。カレーギャグ。りょうは大将。おお。大将なんですね。りょうさん本当ですか？りょうですさんか。はい。大賞なんだ。あ、そっか、さっき言ってましたもんね、3倍って。ほうほうほう。あ、小次郎さんが息が合ってますね、だって。やった。やった。やった。さすが。やりました。同い年だしね。そう、同い年だし。で、りょうでさん、なわけないか。昭和って。真剣に大賞。ちょっと今、飛んでちゃった。飛んでちゃったね。やっちゃった。おいおいって。ごめんなさい、勘違いしてごめんね、りょうでさん。ねえ、昭和ね。昭和ね。ワルボーイさんがケーキバイキンマンっていいね。ケーキバイキンマン違うわ。ケーキバイキングだよ。バイキングで。そうそう。ね、女の子はね、甘いもの好きだし。好きだよね。普段どこで行く、遊ぶ？遊ぶとこ？渋谷？渋谷？都内に。都内で。そうそうそう。渋谷でカラオケ行って。あ、カラオケとかね。あ、女子大生っていいね。なんか響きがいいね。JD 文化祭とかもこれからあるみたいな。そうなんでね。そうそう。あ、おまるボーイさんが甘い声も好きなんでしょって。わあ、甘い声ね。わあ、いいね。甘い声も好きだよ。好き好きだね。かわいい。甘い声でもみんな好きだよ。かわいい。みんな好きだよ。好きだね。みんな好きだよ。本当でしたけれども、はい、そうですね。番組もあと2分になっちゃいましたね。ね、だいぶそう、シーナの期間限定コーナーも今日で終了ですけれどもね。なんか面白いコーナーとかやってほしいコーナーあったら、あの松崎シーナで検索か、シーナンブログって検索してくれれば私のブログが出ますんで、そこにコメントでもメッセージください。
してますんで。セロガって書いてます。セロガって書いてます。セロガまで受け付けないからね。添えちゃうよ本当に。はい、待ってますので、ぜひぜひお願いします。あとはゆうこの声優ゆうこを、ゆうこの成長をミッキー、ミッキーがブログ多分。あ、ね、声優志望ゆうこで大丈夫です。はい、はい、分かりました。声優志望ゆうこのブログを、はい、チェックで、はい、今日更新するのもね、今日書きますちゃんと、はいはい、活動情報とかもね、ブログに、ね、更新したりするかな。はい、はい、ということでぜひチェックしてください。はい、ということで毎週水曜日21時から22時まで公開生放送でやっております。来週もまた、同じ中野馬場で、ね